はい、そしたら2部ですね、始皇帝の方ですね、重い腰を上げてやっと動き出したというところですね。そうですね、はい、お願いします。前回はですね、経過がですね、はい、壱水のほとりで、今から遠野大使のお使いとして、はい、秦国に参りますということでですね、はい、いわば日本でいうと水杯ですよね。別れの杯を交わして、はい、後ろを振り返らずに馬車に乗って行ったところいうところで終わりましたね。そうですね。じゃあその先です。はい、お願いします。すでに秦に至る、はい、ね、馬車が秦に入ったんですよ。ね、そして先金の私物を自死、秦王の長身中書士にやるわけですよね。はい、中書士というのはね、まあ皇帝のですね、書士の管理をする人ですね。うん、秦の皇帝はですね、まあどのぐらいのですね、行為があったということはですね、正確には分かりませんけどね、だいたい1万人近くいたとされますよね。1万人近くいた、ね、その後漢王朝とか明王朝になりますとね、はい、5万とか6万になりますけどね、まだね、秦王朝の時代は1万人近いけれど1万人は超えてないだろうとされますね。それでも数は多いですよね。1万人ですからね。うん、なぜかと言いますとね、始皇帝はですね、攻め滅ぼした国を、はい、宮殿がありますけどね、攻め滅ぼした国の宮殿をですね、いわば模してですね、自分の人の海洋の地に建てるんですよ。うん、攻め滅ぼした国の宮殿を模して建物を建てましてね、そして攻め滅ぼした国王の妻子娘、みめうるわしいものは全部ですね、自分の建てた宮殿に入れるわけですよね。うん、それはだいたいですね、300近くあったとされますね。漢中といってですね、秦のですね、いわば中心地ですね。ここに漢中とありますね。これ漢中、漢中ね、この漢中にですね、300ぐらい作ったんですよね。300も、300、うん、まあ中国のですね、研究者は270という数を出してらっしゃいますけどね、まあ日本の歴史家は大体300だと言っておりますけどね、まあ中国の歴史家の方がですね、やっぱり数は正確だと思いますけどね、270にしても300にしてもね、ベロボーの数ですね。この漢中にそれだけの数の宮殿を作った。そして漢中の外にですね、400の宮殿を作ったんです。最終的にはね、合計700ぐらいの宮殿を作ったんです。そこに攻め滅ぼした国の妻、側将、それから娘を住まわせて、まあ自分の意のままにしたわけですよね。ですからべらぼうに子供が生まれるわけですよね。それを管理するものが中書士というんです。中書士。あ、そうなんですか。そうですね。あ、そういう奪ってきたって言ったら変ですけど、まあ、奪ってこそにですね、自分の国内で調達したいわば側将もいますけどね。あ、元々の側将もいますね。あ、なるほど。あ、そうですね。うん、秦の時代はですね、関西が非常にですね、整備されてるんですよ。秦の時代のですね、関西が明確に残っておりませんけどね、秦の後にですね、劉邦の作った
官房長ができますよね。あ、官房長の完成は残っております。それをちょっとお見せしますけどね。あ、三国志の方ですね。三国志じゃない、三国志はもっともっと後になりますけどね。はい、文武百官と言われますけれど、そんなレベルじゃありませんよ。これは官房長の完成ですけどね。細かいですね。まあね、細かいからね、まあ、1つか2つ説明すればよろしいかと思いますがね、はいはい、一番上にですね、大使、大夫、大夫と書いてございます。これはですね、天使の教育係、はい、一番上の位ですね、はい、その下に三公というのがありましてね、はい、あります。上昇、大尉、女子大夫と書いてございますね、はい、上昇というのは総理大臣、はい、それから大尉というのは最高司令官ですね、軍の最高司令官、はい、それから御子大夫というのは監察官なんですよ。なるほど。中国はね、今も昔もですね、汚職がありますからね、総理大臣級の監察官を常に置いとるんですよ。清王朝だけじゃありませんよ。ずっとですね、2000年王朝が続きますよね、はい、入れ替わりね、新王朝まで、しかし常にですね、監察官がおりますね。でその下にいろんな役職があるんですよね。ざっと数えても300以上ありますよ。したがって文部百官と言いますけどね、百官どころじゃないんですよ。しかも一人じゃありませんからね、はいはい、一人の役職もありますけど、数人の役職もありますからね。それらが整然と宮殿に出勤して並びますとね、壮大な規模になるわけですよね。皆さん方、北朝鮮でですね、金正恩がね、文官と武官にですね拍手されましてね、いわばお出ましになるね写真いますけどね、あのレベルじゃありませんね。うん、いろんな係がありますけれど、面白い係をちょっとご紹介いたしますけどね、選択の係もあるんですよね、うん、ここに、御府令というのがありますね。女官の衣服、洗濯を司る官、ね、洗濯の官、その下にですね、高級のはしため、火を司る官、はいはい、いろんな官があるんですよね。整然としております、ね、そういうですね、いわば文部百官の中の一人がこの中書士ですね。あ、はいはい、あ、はいはい、中書士ですね。側書がですね一番に近くいますからね。したがってですね、どのぐらいの数の、いわばまあ種の子が生まれたか分かりませんけどね、皇帝の種の子供をですね、皇位と言われる。男の子は皇子、女の子は皇子と言うんですよね。ああ、皇子なんですね、うんうん、これは皇子というのは女性ですよね。従いましてね、清王朝ではね、始皇帝が誰をですね皇太子に指名するかということでですね、皇宮が大騒ぎになりましたね。そこでですね、始皇帝はね、官僚宮、自分が本来住んでる官僚宮ね、官僚宮が出てきますけどね、官僚宮ですね、官僚宮ね、官僚宮というのはですね、いわば本宮の本拠地ですね。官僚宮で生まれた子供以外は皇太子にしないということでですね、騒ぎが一応収まったんです。そしてですね、皇子皇女にもですね序列をつけなくちゃいけませんからね。どういう序列をつけたかというと、自分が戦国七雄のうちですね一つ生き残ってですね、あとの六国滅ぼしましたよね。滅ぼした順番に、い
わば順位をつけるということでですね、生まれた子供もですね、滅ぼした国の順番で決められたんですよね。なるほど。滅ぼした国の順番というのはですね、まあ後でまた詳しく話しますけどね、一番最初に滅んだのが漢ですね。だから漢から連れてきた女が産んだ子供は一番ですか。一番上。漢の時に趙が滅びましたね。趙ですね。その後がですね、燕ですね。燕が滅びました。はい、燕の次が魏が滅びましたね。その後が蘇が滅びましたね。ついに蘇も。そうですね。で一番最後運が政ですね。つまり最後まで抵抗した国の女性の地位が一番低い、その間に生まれた子供は一番下にしたんですよね。こういう順番で序列をつけたり。でもお世話をするのは宦官なんですよね。中書士ですね。宦官ももちろん世話しますけどね、その家事監督をするのが中書士なんです。その大元ですね。そうですね、なるほど。そしてね、趙が滅びましたね。ね、漢の次は趙ですけどね、司馬遷のですね、始皇帝の伝記の前に新本紀ということで秦の歴史を書いている中にですね、始皇帝のひいおじいさんにあたるですね、ひいおじいさん、そうですね、始皇帝の上が宗常王で、はい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 、その上が公文王という方でですね、はい、その上が昭常王という方ですね。昭常王、これはですね、50年ぐらい大いにあったんです。この時代にですね、昭常はですね、めってやたらにですね、戦争を起こしましてね。あ、そうですか。例えば趙の国などはですね、そうですね、西暦 BC260 年260年ですね。260年前ですよね。はい、宗常の47年ということになっておりますけどね。宗常の47年。宗常の、はい、というのはですね、当時はまだですね、王様の時世で1年2年と計算したんですよね。あ、なるほど。始皇帝がこれにつきますと始皇帝の元年になるわけですよね。宗常の47年に趙の国を攻めて40万人殺したという記録があるんです。40万人ですね。40万、ね。そしてびっくりしてですね、その前後を見ますとですね、趙趙はですね、仲介戦争をやりましてね、110万人ぐらい殺してるんですよね。110万人。仲介の戦争で110万人ですからね、1回ですね、平均すると10万人ちょっと殺してるんですよね。果たして本当かいなということで従来疑問に持たれとったんですよ。ところがですね、1995年にですね、実際に趙の国で戦闘のあったところ、これを徴兵の戦いって言うんですけどね、徴兵の戦いというんですけれど、そこが発掘されたんですよ。はい、今は三聖書の公平碑というんですけどね、今はね、今は
山西省の公平碑というんですけれど、その後をですね、戦争の後は発掘したらね、1995年に無数の頭蓋骨が見つかりましてね、司馬遷は本当のことを書いておるんだなということが分かったんです。司馬遷はですね、趙の国を攻めてですね、将軍が八旗というですね、将軍を使いましてね、これ有名な将軍ですけどね、趙の戦闘員40万人を穴埋めしたと書いたんです。穴埋めですか。穴埋めした、うん、その後がこれはですね BC260 年のことですよ、はいはい、ね、それが1995年2000年以上経ってですね発掘されましたら、やはり事実があったということが分かったんですよね。長平の戦いということで有名でございますけれど、はい、今は山西省公平市ということになっておりますね。ちょっと余談に入りましたけれど、じゃあその先に行きますね、はい、中書市毛家ですね、毛家にですね厚く金品を与えてですねつなぎをつけたわけですよね。じゃあ毛家は金もらっておりますから、家は、先んじて、いい手秦王に言うと、まあいろいろですね、会っていただいた方がいいということを言ったんでしょうね、うん、やっぱり金が物言ったんですよね。そしてどういうことを言ったかというと、燕の王様は誠に大王を信奉して、つまり古いように恐れてですね、そしてあえて兵を起こさず戦争行為をいたしません、もって、軍理に逆らわず、軍理というのは軍司令官ですね、兵を起こしませんし、秦の軍隊の軍司令官にも逆れません、願わくは国を挙げて内心とならん、つまり秦のですね、諸侯の一人になりますと、王からおりますと言ったんですね、諸侯の列に非せん、諸侯の列にならばん、ここを取るということですね、もうここではなくてね、はい、私は秦王の家来になりますと言ったんですね。そして戦王の宗廟を祀らん、私は祖先のお祭りさえやらせていただければいいですと言ったんですよね、うん、そして恐怖して恐れてあえて自ら鎮せず、つまり自分がですね本来はね弁解をして特攻の地図とか刃物の首を持っていかなくちゃいけませんけれどね、自分の使者にお届けしますということでですね、恐怖してあえて自ら鎮せず慎んで反王旗の頭、首を切った反王旗の頭と、はい、および燕の特攻の地図を見然完封す、うん、これはですね前もってですね秦の始皇帝がね要求しとったんですよ、はい、ね、反王旗の首を切って出せということですね。それはですね、反王旗が始皇帝に逆らったということと、もう一つはね、それをかくまったですね、燕の大使ですね、はいはい、かくまえきれずにですね、首を切るなんていうのは恥ずかしいことですからね、恥ずかしめを与えようというですね、両方の意味があるんですよね、はいはいはい、そしてね、秦もですね、女王もが非常にですね
各国にですねばらまいておりますからね、スパイをね。したがってですね、今度やってくる経過とか、それから新舞踊ですね、はい、新舞踊情報を取っとるんですよ。あ、そうですか。一応ですね、ちょっと書きましたけどね、新舞踊というのはならず者のですね、まあチンピラでございますけどね、うん、おじいさんはですね新海といいまして、縁の将軍でですね、郷土や陶工をですね征伐するのにこうなった人なんですよ、うん、英雄なんですよ、うん、ね、ところが孫の代の新舞踊になりますとね、彼は暴れるだけなのでですね、弱い者を災難で場合によっては殺す、それだけの男に成り下がったんですよね、うん、しかしですね、人を殺すそういうですね暴虐な男であるということは情報で取っておりますからね、秦では警戒しとったんです、うん、経過はどうかと言いますと、経過はですね、経過を知る伝光先生などは経過は英雄ということを知っておりますけどね、表面的にはね、彼は卑怯者ということになったんですよ。なぜかと言いますと、北条というのはこれはですね憲法のまあ達人ですよね、北条とですね剣のことで経過が争ったことがあるんですよ。北条まででは真剣勝負をしようと言ったらですね、経過はですね逃げ帰ったんですよ。あ、そうなんです。その時以来ですね、経過は卑怯者、憲法に強いと言われてるんですけれど、経過の憲法はいわば道場憲法であって実践には役立たない、工場を恐れて逃げたということで卑怯者ということになってるんですよ、うん、まだですねサイコロ博士の件でですね、六王戦といういわば遊興の親分とですねルールのことで争ったんですよ。その時に六王戦がですね一括したらですね、経過はまたすごすごと逃げたんですよ。ですからね、経過というのは大したことないという情報が伝わったんですよね。したがって秦ではね新舞踊を恐れたんですよね。あ、なるほど、うん、経過は大したことないと、大したことないんだなということで、まあそれなりにですね情報を取った上で迎えたんですね。じゃあその体験ますよ。通信で半王旗の塔と特攻の地図を建前反封する、半王旗の希望をですね箱に入れてですね持っていくわけですよね。特攻の地図も箱に入れて持っていくわけですよ。その際に猿王は庭に配送し、つまりそういうものを持っていくについてはですね、猿の宮廷の庭でですね丁重な儀礼を行ってですね送り出したということを言ってるんですね、うん、使いというのはですね経過とそれから新舞踊ですね、持って大王に分析しむ、このことをですね、ね、大王にですね聞いてもらって、ただ大王の命に、大王をこれを命ぜ、つまりこれを受けるか受けないかどうするか命令してください、こういったわけですよね。神のこれを聞いて大いに喜ぶ、つまり自分の望み通りのですね半王家の首が来るわけでございますよね。それに加えて、特攻の地図ですね、特攻というのはまあ肥沃な年ということでですねご理解いただければいいでございますけれど、学者の中にはね特攻という特別の地域だということでですね、特
その地域を挙げてる人もいますけどね、まあ一般的な訳の場合は、まあ漢文体系の訳の場合はですね、肥沃な土地ということでですね、はい、説明してございます。まあ、いい土地ではないですね。そうですね。はい。はい、じゃあこの辺りでは、この先ちょっとありますからね、はい、次回にいたします。そうですね。すみません。お願いします。